室。なんか懐かしいね。脱出のためにみんなで頑張ったのがずっと前のことみたい。さて、こうして戻ってきたことだし、改めてお菓子パーティーを始めようか。ですが、肝心のお菓子がありません。閉じ込められた時に部屋中を探しましたが、ドラジェ以外に食べ物は見つかりませんでしたよ。大丈夫。これでも主催者やからね。ちゃんと用意してあるよ。よいしょっと。これで全部かな。すごい、この段ボールの中全部お菓子なの。隣の部屋に保管してあったんですね。段ボールには気づきましたが、てっきり学校の備品が入っているのだと思いました。さ、お菓子を並べたらいよいよパーティーの始まりだよ。みんな準備手伝ってくれる？チョコにクッキーにマシュマロ山盛りにしちゃおうっと。サンドイッチはここに置くね。あとはお皿とコップを並べて。段ボールはこれが最後ですね。よいしょ。上の方にぐるっと溝があるでしょ。そこに指を引っ掛けてごらん。え、あ、開いた。中に入っているのはお菓子ですか。つまりこの骸骨はお菓子の容器。偽物だったんですね。質感といい大きさといい、本物ではないことは明らかなのに気づけなかったなんて、迂闊でした。うわー、ほのかちゃん、びっくりした。こっちの箱もお菓子が入ってるのかと思ったら、蛇のおもちゃが飛び出してきた。落ち着いて、ただのお菓子のパッケージだよめちゃくちゃ怖い絵だけどなかなかパーティーの準備進まないね。のぞみさん、そろそろいたずら魔女からいつもののぞみさんに戻っていただけませんか。そうやね。うちもいたずらは十分堪能できたし、終わりにしようか。ただし、うちにゲームで勝てたらね。